戦争で誰が得をするのかその隠されたからくりとは世界の裏側ニュースさんのサイトより戦争で誰が得をするのか集団自衛権に対して当然の違憲という判断が各地でなされていますね普通に憲法を読み過去の判決などを見る限り 至極真っ当な結論としか言いようがないのですが、そこまでして、何の関係もない他国の戦争に自ら巻き込まれることを望み、自国が他国からの攻撃の対象になる可能性を引き上げようとするのはなぜなのでしょう。一般市民が戦争を望まないのは自然なことであるが、最終的には政策を決定しているのは国の主導者であり、民主主義、あるいはファシスト独裁、議会制度、あるいは 共産主義的独裁などどのような形態の政府であったとしても一般国民を巻き込むのは常に簡単なことである発言権があろうとなかろうと国のリーダーの命令に国民を従わせることはいつでも可能で簡単なことだ国が攻撃を受けたと国民に告げ平和主義者は愛国心に欠けていると非難し国を危険な目に遭わせればよいだけだ どの国でも同じように機能している。ヘルマン・ゲーリング、ナチドイツの最高軍医。第二次大戦後のニュルンベルク裁判にて。市民が戦争を望まないのは自然なことですが、戦争、武装を望んでいる市民が多い場合にはもちろん、何らかの洗脳が実行中であるのでしょう。つまり、メディアを使って、まるが攻めてくる。という危機感を国民に抱かせ、それにより、 国民の間の憎悪感と恐怖感を募らせ、そのような感情に溺れた市民は、準備されている解決策、つまり、軍国化などのアイディアに飛びつきます。他の国の一般市民を殺害することに対する罪悪感は、愛国心と敵に対する憎悪感によって解消されるどころか、英雄視されるように変換されるのです。しかし、現実の戦争を経験した人は、そのからくりをよく理解しています。 アメリカでは退役軍人による反戦活動が活発であるというのもそれが理由でしょう戦争は組織化された殺人でありそれ以外の何者でもないハーリー・パッチ世界第一次大戦での最後の生き残り兵士イギリスでも退役軍人が戦争の実態について素晴らしいスピーチをしています元 SAS 兵士が戦争の実態を語る 国と女王のためには戦いません。1分でわかる戦争が存在する理由子供、どうして戦争ってあるのママそれはね政府やメディアをコントロールしていて銀行を所有している頭のおかしいサイコパスなエリート集団が私たちを支配しているからなのよその人たちはね利益を上げるために戦争の両方に資金を提供しているの。 メディアを使って、プロパガンダ、政治目的の洗脳をして、国民からの戦争への支持を作り出しているのよ。つまり、戦争は、どれだけの美辞レークで飾ったところで、単なるビジネスに過ぎないわけです。戦争で、誰が得をするのロッキード・マーティン、ハリバートン、ボーイング、レイセオン、 私たちの勇敢な経営責任者を支援しましょう。戦争に対して疑問視などしてはいけませんよ。戦争支援という考えをご支援いただいた国民の皆様には、今なら、なんと、次の特典もついてきます。戦争や他国の脅威で頭がいっぱいになり、国の内政の山積みの問題が気にならなくなる。国といいう概念にに過ぎないもののために 自分や子供の命を捧げることが苦にならないどころか愛国心という崇高なアイディアのおかげで命を捨てることも他人を殺すこともまるで素晴らしい行為のように思える仮想敵国を言われるがママに批判することであたかも自分が崇高な存在になれた気がする世界的エリート層の予定通り自分の国でも大幅な人口削減が行われて1人当たりの国土が広くなる 戦争から生き延びた場合に限る愛国心と仮想敵国へ対する憎悪感のおかげで、死生者様の望むままに国民が一致団結することが可能に、あなたの国の政府を愛さなくても、あなたの国を愛することは可能です。